はい、時刻が17時44分になりました。気温もだいぶ下がってきまして、今だいぶ涼しくなってきました。でそろそろ、夜ご飯の準備に移ろうと思いますが、予定している夜ご飯の他に昼間つまみで食べましたサザエ、予定外でサザエを買っちゃったんですけれども、3つ昼間つまみで食べまして、あと3つ残ってますので、そちらのサザエを使ってサザエの炊き込みご飯っていうんですかね、サザエご飯を作ろうと思いまして、さっきちょっと思い立ったんですけれども、お米を持っていないことに気づきまして、うわーっと思ったんですが、こちらパパッとライス、こちらがありましたので、こちらで何とかしてサザエご飯も作れないかなって今考えてたんですけれども、調味料もね、僕よくわかんないですけど、みりんとかお酒とか入れた方がいいと思うんですが、まああるのは醤油、塩、胡椒、あと鶏ガラスープとかがあったんですけど、まあちょっとどうやって作ればいいのかわかんないので、サザエをそのまま焼いて、なんかご飯と混ぜたら混ぜご飯になるかなと思って、まあチャレンジしてみようと思います。今サザエご飯を作りますっていうことで紹介して、このサザエを今調理しようとして今切ってるところなんですけど、なんと録画してるつもりが録画されてませんでした。でなかなかこれがサザエが取れなくて、やっぱこの生だと殻から取れないんですかね。あ、切れちゃった。1個目も切れちゃったんですけど、2個目もこれ今切れちゃいました。はい、そうしましたら、こちらをサザエをぶつ切りにしましたので、とりあえず煮込めばいいのかな、ちょっとやってみたいと思います。醤油じゃない、水をちょっと入れて、醤油、塩をちょっと入れます。まあ醤油は博多とか九州の甘口醤油なんで、まあいいかなと思って今ちょっと醤油を入れてみました。でこれでちょっと煮るというか焼くというか、ちょっと火にかけていきたいと思います。まさか今日サザエを買うとは思ってなかったんで、まあ思いつきで買って、今思いつきでサザエご飯って思っちゃったんで、やはりこう思いついた時に、やっぱ家と違って調味料とかもないですし、なかなか難しいですね。もういいかな、火が通ったと思いますので、とりあえずシェラカップに取って、味が染み込むかわかんないですけど、置いときたいと思います。と置いときます。少しずつ暗くなってきましたので、ランタンの方にも火を入れたいと思います。時刻が18時30分を回りましたので、本日の夜ご飯、メインになります
料理の方をしていきたいと思います。はい、焚き火の方にも、火がつきまして、今ふもとっぱらで購入した樽の切れ端の薪も今投入しました。あの火が落ち着きましたら、調理に移りたいと思います。それまでちょっと時間がありますので、世間話をしたいと思います。今日が6月19日になります。自分は今月6月に入りまして初めてのキャンプになります。16泊目のキャンプになります。今年に入って16泊目になりまして、今年の目標は、30泊以上キャンプしたいなと思ってやってます。でもすでに30泊ぐらいされてる方もいらっしゃってすごいなと思うんですけれども、今月に入りましてちょっと仕事の方も若干忙しくなりまして、なかなかキャンプへ行く時間がありませんでした。でたまたま今日、予約しまして、ちょっと明日は仕事なんですけれども、ここ8時ごろ出発すれば、お昼ごろには仕事に間に合うかなっていうことで今回キャンプに来ました。でやはり、キャンプ歴を聞かれるときに、今月の6月6日でキャンプと YouTube を始めて丸1年になりました。で去年がちゃんと数えてはいないんですけれども、15泊ぐらいはできてるのかなとは思います。で今年15泊目が終わって今日が16泊目なので、30回以上は、一応キャンプには来れています。でその中でやはり年数的にはまだ1年っていうことで、なんかキャンプ歴1年ですっていうとまだまだ初心者みたいな感じがしますけれども、何泊したかっていうことで考えれば、全然まだまだなんですけども、30泊以上できてるっていうことで、初心者から一歩前進したかなっていう気持ちになっています。やはり歴っていうのも年数っていうよりも回数をこなしていけば経験もどんどん積めると思うんで、自分のキャンプスタイルをこう固めていくといいますか、どんなキャンプスタイルが向いているのかとかっていうのも、どんどん経験して固めていきたいなと思っています。で皆さんのお住まいの地域のキャンプ場ってどんな感じですかねどんな感じですかねって言われても困ると思うんですけども、自分が今よくと言いますか、こう選んでいっているキャンプ場はやはり川がメインになってます。で今日も日中は、自分が持ってる温度計の表示ですと30度超えてる気温になってまして、すごい暑かったんですよね。でまだ6月でこれから7月8月ってなってくともっと気温も上がると思うんで、暑さも厳しくなってくると思います。そういった中で、今回のキャンプで思ったのは、夏はやはり標高のなるべく高いところの林間サイトがいいのかなって今思っています。でもそうなるとやはり自分の住んでいる地域にはそのようなキャンプ場っていうのがないので、もっとも自分は海辺に住んでますので、山のキャンプ場となると結構時間もかかってしまうので、これからのキャンプ場選びがちょっと大変だなっていうふうに感じています。自分が今悩んでいると言いますか、なんかいつも一緒だなって思うのは、キャンプ場もそうなんですけれども食事ですよね。
キャンプ飯、やはり焼肉といいますかお肉メインになってしまいます。でたまにさっぱりしたものを食べたいなとかいろいろ思うんですけれども、やはりこう買い出しに行くとお肉に目が行ってしまって、結局お肉っていう感じになってしまいますが、皆さんはキャンプでどのようなキャンプ飯を食べられていますか？まあ、僕の場合は動画を見てもらえれば分かる通り、やっぱり焼肉系がメインになってしまいますね。でも外で食べるものなら何でもっていうか、家で食べてるものと同じものを食べてもやはり美味しさが違うと思うんで、まあ、外で食べる食事っていうのは何でも美味しいんですけれども、やはり肉ばっかりだとちょっと飽きてきたなっていう思いもあります。簡単で変わったものといいますか、簡単でこれ美味しいよっていうのがあったら、コメントで教えていただけたらと思います。そして今回といいますか、今日朝自分は5時ごろ目が覚めまして、まあ、天気予報を見たり YouTube を見たりしながら、キャンプへ出かける前、自宅にいる時に YouTube の自分のチャンネルを見てみました。そうしましたら、朝起きた時点ではチャンネル登録者数がちょっとちゃんとは見てなかったんですけれども、98人だったかな、だと思うんですけれども、朝出発前にチャンネルの方を見ましたら100人になってました。それがすごい嬉しくて、早起きは三文の徳とかで言いますけど、早起きしたせいかなとか思ったんですけれども、今日、6月19日にチャンネル登録者100人に到達しました。まあこの先また減ったり増えたりってなると思うんですけれども、とりあえず自分の中で目標にしていた100人に到達しました。チャンネル登録をしてくださっている皆様、本当にありがとうございます。自分は YouTube を先ほども言いましたが6月6日から始めまして、まあ、1年が経ちました。で1年でチャンネル登録者数100人っていうことで、まあ、それが早いのか遅いのかはちょっと分かりませんが、で自分は最初 YouTube を始めるときに、まあ、チャンネル登録者数は気にしずに行こうって決めていたので、そこまでは気にしてはいませんが、やはり気になるところですよね。うん、こうやって YouTube の動画配信投稿をさせていただいていますので、チャンネル登録者数っていうのはすごい気になるところです。で自分の動画は本当自分で編集したり見たりしても、まあ、特に面白いことを言ったりやったりっていうこともないので、本当にキャンプをしている様子をただただ撮影しているだけなんで、うん、面白みはないかもしれませんが、全く知らない方が、チャンネル登録をしてくださったっていうことにすごい感動と言いますか、うん、励みと言いますか、すごい嬉しいです。実際家族は YouTube をやっていることは知っていますが、まあ、チャンネル登録してくれているかどうかも分かんないですし、まあ、友人知人には一言も YouTube をやっているということは言ってませんので、本当に100名の方が、見ず知らずの方といいますか、この YouTube を通して知り合えた方になります。自分は友人もそんなに多い方ではないので、本当にそんな自分がこんだけ多くの方に自分の動画を見ていただけている、まあ、チャンネル登録していただいているっていうことがすごい嬉しいです。ありがとうございます。でこれからもこんな感じで、まあ、グダグダな動画かもしれませんが、まあ、撮影投稿の動画の投稿の方もさせていただこうと思っています。でまあその中でキャンプもそうですが、 YouTube の撮影の方も徐々にレベルアップしていければいいなと考えています。まあ、これからも
こんなチャンネルですが、ゴーキャンプの応援をよろしくお願いいたします。ということで、長々と喋ってしまいましたが、夜ご飯のメインの方を作っていきたいと思います。はい、では今日のメインになります。こちらミンチ肉、こちらをこねてハンバーグを作りたいと思います。で、なんかパン粉とか卵とか玉ねぎも入れた方がいいんですかね。なんかよくハンバーグを作り方を見るとなってますが、持ってませんので、もうこのお肉を潰して固めて焼いていこうと思います。つなぎか、つなぎを入れた方がいいんですよね。ですが、今回はただただミンチ肉をこねてハンバーグを作っていきます。はい、こんな感じでできました。これを、フライパンで焼いていきます。はい、では投入していきます。こちら煮込みハンバーグソース、こちらを入れていきます。だいぶ煮込まれてきましたので、こちらのうずらの卵とヤングコーン、こちらも入れてちょっと温めていただきたいと思います。ハンバーグ出来上がりましたので、こちらパパッとライスは、先ほどお湯で熱湯で温めていましたので、こちらをサザエと混ぜて食べたいと思います。サザエご飯出来上がりです。ではまずサザエご飯からいただきます。美味しいですね。醤油と水と塩だけで煮込みましたが、結構美味しいです。美味しい。ハンバーグじゃなくてうずらの卵からいただきます。美味しい。ハンバーグちゃんと火が通ってますね。ちょっとボロボロになっちゃいます。いただきます。美味しいです。ハンバーグもうまいです。サザエご飯完食です。では、あと残りのこのハンバーグ、こちらも食べていきたいと思います。もうあとハンバーグ食べるだけなんで、また後ほどお会いしましょう。今、夜の食事も終わりまして、YouTube の方で、登録者数100人に行ったということで、ちょっと気を良くしてインスタライブの方もやってみました。お付き合いいただいた方、ありがとうございます。また応援のメッセージもいただきまして、とても嬉しかったです。YouTube の方のライブっていうのもやってみたいなとは思うんですけれども、また機会があったら YouTube ライブの方もやってみようと思います。で、今日初めてこのキャンプ場に来たんですけれども、この近くに幹線道路が走ってますが、
まあ、やはり夜は車の通りが少ないみたいで、それほど車も気にならないですし、このキャンプ場内も、まあ、キャンプサイトの周辺は街灯がないので、本当に月の明かり、自然の明かりだけっていう感じですね。まあ、炊事場とお手洗いは、電気はついてます。他の街灯とかはないので、まあ、月明かりと焚き火の明かりみたいな感じになってますね。で、今日はちょっと雲もあるので、やはり星の方は見えていません。で、先ほどまで LED のライトも使用してましたが、ちょっと虫が結構飛んできてしまうので今消してます。ので今ランタン、オイルランタンと焚き火の明かりだけで今過ごしてます。なんていうんですかね、このサイト内はすごい綺麗ですし、ゴミもないですし、まあ、管理もちゃんとされてまして、お手洗いも普通に綺麗で、炊事場も掃除されてまして、洗剤とかなんかスポンジとかも置いてありますね。で、値段が1000円ちょっとぐらいで、この環境はすごいいいなと思いました。まあ、近ければ本当にホームというか、しょっちゅう来させていただきたいなって思うぐらいのキャンプ場ですね。で、日中はやはり日が出るとすごい暑かったんですけれども、今夜になってすごい今涼しい、そよ風と言いますか、微妙に風もあって、涼しい風があって、ジメジメ感もなく、とても今過ごしやすいですね。時刻は22時13分になりました。本日は、まあ、登録者数100人に到達したということで、なんとなくちょっと YouTube ライブの方をさせていただきました。まあ、9時から始めて、先ほど終わりましたが、お付き合いいただいた方本当にありがとうございました。またこれちょっと初めてのライブということで緊張もしまして、まあ、何をお話しすればいいかっていうのもちょっと迷いながらだったんですけれども、本当に楽しいひとときを過ごさせていただきました。また機会がありましたら YouTube ライブの方もさせていただこうかなと思いますので、またその時はぜひお付き合いください。で、本日は、まあ、今あるこの焚き火が終わりましたら寝たいと思います。で、明日もちょっと早めに起きて早めの撤収をして、お昼頃にはもう自宅に戻り仕事の方へ行きたいと思いますので、この焚き火が終わりましたら、寝たいと思います。それではまた明日お会いしましょう。おやすみなさい。はい、皆様おはようございます。時刻は5時56分になりました。朝の気温は21度ということで、まあ、日中とはもう全然違って今はちょっと涼しいぐらいで、とても爽やかな朝です。ちょっと曇り空っていう感じなんですけれども、朝から小鳥のさえずりが聞こえていい朝を迎えれました。ということで、ちょっと僕8時ぐらいにはこのキャンプ場を出ないと仕事にも間に合わなくなってしまいますので、早速ですがお湯を沸かしてコーヒーを一杯飲んで朝食を食べて撤収へ移りたいと思います。本日の朝食はお手軽にジャリコッペシュガーマーガリンを挟みましたということで、こちらで朝食をいただきたいと思います。ではまずコーヒーからいただきます。うまい。じゃあジャリコッペいただきます。
朝食も食べ終わってコーヒーも飲みました。やはり朝ちょっと口にすると目が覚めますね。だいぶ脳みそも起きてきたので、これから撤収作業に移りたいと思います。それではまた後ほどお会いしましょう。はじめ。はい、今撤収が終わりまして、時刻は8時になりました。このように釣りをやられている方もいらっしゃいます。今回初めてこちらのキャンプ場を利用しましたが、とてもいいところでした。またゆっくり来れる時に伺いたいなと思います。そして今の時期になるんですかね、こちらヤマメの池ということで、ただいまヤマメのつかみ取りを行っています。1匹300円、塩焼きだと1匹500円ということで、はい、こちらのちょっとした池みたいなところがありまして、ここでヤマメのつかみ取りをやるみたいです。奥にはサッカーグラウンドもありまして、その向こうにはテニスコートもあります。とても素晴らしいキャンプ場に出会うことができました。それでは今回も最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございます。これからも、皆様にキャンプの様子を、届けていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。